M3 チップ出てからさ、M1 チップ廃盤かなと思ったんですけども、ありましたね。いまだにね、あの、M1 チップをね、a エアとかで、ね、購入することができるということで、まあ、でも、M1 チップよりも消費電力が半分で、同じパフォーマンスが維持できるっていうのが、Apple を信用するとしたら、これはすごいですね。1世代でそれやったらめちゃくちゃすごいけど、2世代のね、差があるから、まあ、あり得るかなっていう感じもするけどね。まあ、それでも結果、もし消費電力が少なくなるんだったら、 かなり嬉しいですよねで今回は M1 チップと M3 チップを比べてどっちがいいか値段差がもちろん全然違いますよねベースチップは来たといえど MacBook Pro でしか選択しかないのでその他綺麗なディスプレイとかそういうのが欲しくなかったらその分余計な出費を無理やり支払わされることになる今回は冷静にこの2つのモデル比べた時に MacBook Air の M1 チップを選んであげればメモリを 16GB ストレージを 512GB にしてあげてもかなりの値段差がありますよね。今日は単純に、じゃあ上位の M3 チップの吊るしモデルの MacBook Pro とメモリを16、ストレージを512までアップグレードした MacBook Air、どっち買った方がいいのかっていう比較をしてみましょう。結論から言うと MacBook Air の方がいいと思います。じゃあ自分がそう思う理由を一つずつ、ね、説明していきたいと思います。じゃあまず M3 世代っていうのはそもそもどんな人におすすめなのか。 M3 世代という新しいチップの世代が出たことによって、性能がまた向上します。チップの性能が高くなるっていうのはどういうことかっていうと、基本的な CPU とか GPU の処理性能の向上、その他の機能性の向上ですね。今回は iPhone の A17 Pro チップに採用された3ナノメートルプロセスで製造ということで、プレゼンを見る限りは順当に性能が上がってるなっていうイメージでした。 テスト結果が出てない段階でまだ分かりませんが3ナノメトルプロセスでめちゃくちゃすごいのが来たというよりはまあ、順当に上がったと言えるんじゃないでしょうかチップ性能が高くなっているので当然進化したチップが欲しい人は処理性能が重い作業をする人だと思う重い作業はいろいろありますが例えば動画編集であったりとか 動画編集も 4K とかまた 8K になって処理をするとめちゃくちゃ重たくなります。あとはエフェクトかけたりとかね。でも結果動画編集の重い作業をするときにもメモリ 16GB が優先されます。フルハイビジョンの YouTube 用であれば 8GB でも全然問題ないのですが、それ以上求める人には CPU や GPU よりもメモリの 16GB トが優先されるはずです。特に写真編集とかは気をつけないといけないんですが、動画編集よりもメモリの消費が激しい場合が多いです。 写真や画像処理も優先的にメモリを16にしたいところです。今回サポートされたレイトレーシング、このレイトレーシングを使ってゆくゆくはゲーム機として使いたい人もメモリには注意が必要です。 なぜなら g f o r e のレートレイを見てみるとメモリ占有量が結構高くなるのでやはりこれもメモリを消費するでしょう特に最近のビッグタイトルはメモリの消費量が増えてきていますのでこれも 16G があった方が余裕がありますつまり今 m 3チップの方が欲しいっていう人は重い作業をなるべく快適にこなすために 高い処理性能欲しいという人であって、その重い処理がほとんどの場合 16GB を伴う場合が多いからです。まあ、作業にもよりますが、これらの作業をする人は特に 16GB の RAM を優先した方がいいです。もちろん 16GB 以上はいらないですよ。それ以上求める人は CPU、GPU を入れてください。 さて、今回の M3 チップはなんだか良さそうな感じはしますね。3ナノメートルプロセスできましたからね。でも少しみんなオーバーリアクションすぎるところもあると思いますので、もう少し冷静になりながらこの M3 チップの特徴を考えてみましょう。まず消費電力が半分の状態で M1 チップと同じ性能を発揮できるという説明ですけども、大体いいプレゼントか Mac の仕様って紹介されている消費電力っていうのはビデオストリーミングとかそういった低消費電力で駆動する場合ですよね。 ピーク時の状態の発熱とバッテリーの使用時間は未だにプレゼンでも使用上でも明らかになっていません iPhone は同じ3ナノを採用した時に A16 に比べてもピーク時の発熱と消費電力は増えてるわけだからそこから考えると同じことが M3 チップでも起こり得る可能性は高いですよねそれにも関かかわらず新しい M3 チップの何パーセント向上したというインテルと過去のチップに対する比較のグラフはピーク時のパフォーマンスで走っている時を紹介していますつまり消費電力をアピールする時ときと 相対的なパフォーマンスの比較をするときでは、全く違うシチュエーションでそれぞれ測定されているということです。さて、この M3 チップ、性能は上がってるんですが、今回、本気でピークで走ったとき、どのぐらいの発熱量になるんですかね。もちろん、これを抑えたままで3ナノのおかげでね、パフォーマンスをそこまで当てたというのであれば、めちゃくちゃ素晴らしいと思います。でも今回、MacBook Pro でしか来ないからね、ファン付きの。MacBook Air に入ったらどうなるんでしょうか。果たして入れることができるんでしょうか。 もし MacBook Air に入るぐらいの実力で消費電力半分をピークパフォーマンス時で実現しているとすれば、これは革命的な進化だと思います。難しいと思うけどね。その時は素直にごめんなさいします。M3 チップは今回は MacBook Pro にしか切れないけど、この製品は M3 チップよりも MacBook Pro であることに魅力があると思います。M3 チップだけで MacBook Pro の機能性に魅力を感じない人にとっては、正直もったいなすぎます。 M3 チップだけじゃなくて、特にあの綺麗なディスプレイ、サウンドマイク、どれをとっても素晴らしい機能性を提供してくれるのが MacBook Pro です。最高峰のノート PC を手に入れた人は MacBook Pro ということなので、そこに魅力を感じない人は MacBook Pro はちょっともったいないかなって感じがします。パフォーマンスを荒れたいから M3 チップが欲しいけども、他の機能性はあんまり考えない。つまりまとめると、この2つを迷ってる時点で、あなたは M1 チップのメモリ16を買った方がいいということです。 M3 チップがどうしても欲しいんだっていう意思が固まってるのであればもちろんいいとは思いますが、それでもあともう一回、そこまで重い処理をしたいんだったら、 16GB を優先した方がいいいよて説得ささせてください、まあ、メモリがちょっと8ギガで不安なのかなっていう状況で上位のチップを選ばない方がいいんじゃないかなっていうことですもちろん絶対に8ギガでね自信があるんだったらいいですけどねまあでも基本処理性能が上がるっていうのは CPU と GPU の計算速度が上がるっていうことだからそれだけ処理できるタスクがいっぺんに溜まっちゃうんで、まあ、相対的にメモリが必要になるんですけどね あとよく新世代のチップ買った方がなんか将来的に長い期間使えるっていう人おるんですけどなんか僕自分の経験上あんまりこれどっちかっていうと否定的でそんなに2世代とかで変わんない気がするんですよねだから4世代5世代とかやったら変わるんですけど2世代とかではあんまり気にしなくていいのかなと個人的には思います MacBook Pro も機能性がいらなかったらチップだけの比較になるからそれで6枚7枚の差があるわけですよね 6万円、7万円って、ライバルが今、ちょっといない状態だから、相対的に考えるの難しいですけど、例えば、インテルの CPU で考えると、Core i3 から Core i9 っていうバけモノ CPU にアップグレードしても足りないぐらいの金額差ですからね。 このチップさそこまでの差はないと思うから、さすがにもったいないかなっていう気もします。i3 から i9 に行くぐらいのスーパーアップグレードがそこで実現できるのであれば、ちょっと考えないといけないなと思うんですけども、チップだけでね、その金額っていうのはしんどいかなっていうところが本音ですね。あのチップそれぞれ調べて、価格とかもね、見てたんですけども、オプションとか見てたんですけども、なんか今、その、言われてるのが、まあ、世代が新しくなって、パフォーマンスが上がった。 M3 チップもね、消費電力が半分になったとかね、めちゃくちゃ性能爆上がりやのに値段が水溶的にね、このインフレの中ですよ、インフレの中値段がめちゃくちゃ上がるはずなのに水曜的になったっていうのはアップルめちゃくちゃすごいっていう風に言われてんだけど、なんか調べてみたらそうでもないよ。今回 M3 プロチップを買う人は注意した方がいいと思うんですけど、あれ多分ダウングレードしてるからね、そもそもトランジスタ数が結構減ってるんで、 コア数もまあ減ってるっていうのもあるんですけどもメモリの帯域が少なくなってたりとか真ん中の M3 Pro に関してはちょっとダウングレードなんじゃないかなっていうような感じがしますよね。で M2 Pro と比べてもまあどのぐらいの差があるかっていうのは ちょっとわかんないんですけども、か以前の M2 Pro が結構売れ筋やったんじゃないかなと思うんですね。さすがリマックス MAX 買うまあ結構少ないんじゃないかなと思って、今回の M3 Pro もまあ多分売れ筋になると思うから、そこでまあかかったコストを回収してるのかなって思いますね。今年ね、なんとか、えー、この M3 世代をねじ込んできたんやけど、まだ製造コスト多分高いと思うから、この M3 Pro チップの、えー、コストダウンを。 スス、えー、ステルスダウングレードをすするることにによっっててて多分コスト解消してるっていう風見えますどのぐらいの性能向上になってるのか分かんないんですけど向上するかどうかもちょっと分かんないような感じでまあとにかくこの M2 プロチップは、えー、ダウングレードポイントが結構多いのでまだちょっとコスパいいかどうかっていうのはみんな言ってるようにね分からんよっていうことですね M3 チップに関してもなんか自分でちょっとグラフ書いてみたんですけどこれ多分これあっ ると思うんですよね間違ってたら修正するけどもホマンスパワットはまあ公式が出してるから、まあ、公式がちょっと適当やったら分からへんけどもたまにずれてる時あるからね公式がねさすがにちょっとあのこの辺りになるんじゃないかなと思うね、まあ、グラフ見てみると M1 とまあ比べるとさ特にあの今、えっと、iMac にもさ M3 来たじゃんで iMac の場合は M2 がないからさあの性能2倍って言えるんだよねまあさ2世代違うからね、まあ、2世代違っても、まあ、性能2倍はね素晴らしいとは思うんですけども まあこのグラフを見る限りりはまあ順当なな仕上がりかなと思うねでも見てわかるのはこの M1 と M2 ってさあのプロセスがさ両方とも一応54点になってたかもしらんけどもまあどっち自動5ファミリーやから、まあ、そこで3ダのファミリーっていうのがもっと期待されてたような感じからすると順当な上がりやなっていう表現をしたのはまあこれが理由ですね。うん結構ピーク時は発熱しそうな気するけどねなんかそれさててアーに入らんかったかもしらんしでも今後入れるんやろね。 発熱量はちょっとわからんけど、iMac 同じサイズのやつに入ってるから、まあ大丈夫やとは思うけども、ピーク時はわからんすけどね。まあそこはちょっとテストしてて、みんとわからんっていうことなんですけど、でも結局安いって言っても、これ MacBook Pro で相対的に安いっていう感じですよね。でも M3 チップって本来 MacBook Air で期待されてたわけじゃないですか。 でその期待されてたその低価格モデルっていうのは、バックブックエアで M3 のベースモデルが来て、それでコスパいいっていうのが多分期待されてたと思うから、そうじゃないものが来てるから、だから相対的に安いとは、まあ MacBookPro の中では安いとは思うねんやけど、上位の M2Pro チップもそうやし、ベースの M3 チップも MacBookPro に来たっていうことで、まあ、ほんまにめちゃくちゃコスパがいいのかっていうのは、ちょっと僕は疑問な気はします。 というかコスパそんな良くないよね <laughs>。まあでもこのコスパいいとか悪いとかっていうのは時期的なものもあるし、自分の貯金状況もあると思うし、自分のね、金銭的な余裕もあると思うし、人それぞれの部分もあると思うねんけども、まあ一つ、やっぱりね、この真ん中の M3 プロチップね、M3 プロチップを購入したいなって思う人たくさんおるから、これはまだちょっと待った方がいいです。まだパフォーマンスがマジで見えてこん。もう上がらへん可能性もあるし、 そんさすがにでも上がらないとこあんのかなわからんけどもちょっとそこまで不安になるような感じのものでは正直あるので特に M3 プロチップで考えてる人は、まあ、とりあえずあ,のあと数週間は待って情報を待った方がいいと思いますね。 果たして、特にあの前の M2 プロチップからどれぐらいパフォーマンスが上がっているのか、どれほどいい製品になっているのかっていうのをもうちょっと待った方がいいかなと思いました。もうすでにね、買うっていうのが決まってる人は、買い方動画みたいなものを今回簡単に、えー、まとめていますので、そちらを参考にしながら購入していただければいい買い物ができるんじゃないかなと思っております。ということでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。